ーリングラードの会は失敗した。広大の飛行場までは友軍もたどり着けたが、しないでも突破はならなかった。私たちは相当運が良かったらしい。これから再編成のため後方に送られるらしいが、この戦争はどうなるのやら。なんだなんかようか。まだ聞いてねえな。全員捨てろ。気がつきましたか。友軍に現在地は伝えてあります。もうすぐ来ます。どこだここ。ハーリコフの郊外らしいです。イヴァンどもが押し寄せてきてるので手伝ってください。言われずとも、チック症全くついてねえな。地獄から抜け出したかと思えば次の地獄だ。墜落して命があっただけでも主に感謝しないと。おう、こんな地獄に送ってくれてありがとうな。はあ、それはそうと味方が来ました。よし撤退だ。死にたくなけさっさと動け。はあ、ようやく一息つけそうだ。軍団からの連絡です。現陣地にある部隊の指揮官に少尉殿を任命。攻撃を撃退した後ハーリコフ市内へ突入せよとのこと。正気か。大体規模の部隊を一少尉に預けるとか。しかもほぼ全員初対面だぞ。私に言われましても。とりあえず下士官だけでも集めてきてくれ。了解。はあ、面倒なことになったな。本来だったら今頃フランスでワイン飲んでるはずなのに。連れてきました。よし。忙しい中わざわざすまない。私はこれからこの部隊の指揮を取ることになったものだ。初陣こそスターリングラードで済ませたが、いかんせん前線にいる時間も短い上これほどの規模の部隊の指揮をしたことはない。その分至らないところもあると思うが、その時は階級関係なく気軽に行ってほしい。前置きはここまでで今からは作戦の話だ。軍団より命令が下った。予想されうる攻撃を撃退し陣地を維持し続け、援軍の到着とともに我々もハーリコフ市内へ突入する。何か質問は。よし、持ち場に戻ってくれ。やった。はあ、どうも堅苦しいのは慣れんな。2回目にした様になってましたよ。煽りか。私がくたばったらお前が指揮引き継げよ。階級的に無理です。お前もさっさと配置につけ。右翼の守備派任せた。了解。奴らが来たぞ、迎え撃て。フォレテクー。野郎ども生きて帰れると思うなよ。リロードする。援護してくれ。いや、第一波はこんなもんか。よし、そこの奴ら。次が来る前に地雷埋めてこい。やあ、私は弾を取ってくる。奴らも今度は本気だな。手榴弾も持ってきた。好きな時に使え。いや、
なんだ。わかった。すまん、右翼がまずいから行ってくる。ここは頼んだ。いや。Feuer einstellen! Scheiße, Scheiße! Schurt! Verdammt! Verstärkung! Wir brauchen sofort Verstärkung! Warte, Junge! Verdammt! Yoshi 援軍が来た。見込みは？そうか、丁重に弔ってやれ。そこに転がってるやつもだ。Verstanden. くっそやってられんな。